はい、今日もお宝探し占いやっていきましょう。その前に3周年記念で、レジェンドレア確定パックを運営が配ってくれたんで、それを引きましょう。すごい豪華な3周年イベントがいっぱいありますよね。闘技場もやんないといけないし、ルームマッチもやんないと、ソロアドベンチャーの新しいのも増えてっていう感じで忙しいですね。はい、これはレジェンドレア確定。さあ、持ってないの来てくれよ。何が来るか、これもお宝。頼みます。頼みます。毎日動画上げてるんだ。頼みます。すげえ。ローレシアかサマルトリア。お願いします。なんか特別な演出はなかったな。さあ、来い。オリハルゴン持ってなかった。ありがとうございます。これは嬉しい。もう一枚来る。まあ、これ当たりでしょう。エースカードなんだね、しかも。ムネさん、ありがとうございます。これでテリーで組む気も起きるようになったという感じですね。というわけで、普通にランクマいきましょう。でかい仕事になりそうだな。うん、いや、オリハゴンは嬉しいね。あとローレシアとサマルトリア持ってないから、それを欲しいよね。あと新2弾のカードも発表になったよ、なったみたいで、カードライブラリに追加されてるみたいですね。まだ見てないですが。ビュース。エラゴーは、意外とチャンスあるかな。うん、私ならできる。はあ、俺のターンだな。最初は、テンションでいいか。さあ、今の立夏っていうのはどんなやつかな。ローレシアがめちゃくちゃ強いね。ああ、来た、これだよ、倒せないやつ。これをどう倒すかっていうのは勝負だね。これにね、めっちゃやられてるんですよ。積んでる場合じゃねえよな、これ。あんまり俺を怒らせるなよ。これは果たしてやっつけられるかどうか。せや、まあ、ドルーパーどうしても倒せないんだよね、このデッキは。前になんか置かれるか、あれ出されるとつらい。なんだっけな、1-3の武器持たれるやつ、枯れ草ネズミ出されるのは一番きつい。でも一応、クロスカッターでここ倒して自分で殴るってできるか。これがもし HP 上がったりしたら、とローレシアもきつい。HP 上がったりするとしんどい。このメラゴも当たんないし、そうだね、枯れ草が一番きついんだよ。これをどうしたらいいか。枯れ草がきついんでね。行くぜ。殴って、クロスカッターやって、メラゴやって、ようやく叩けるって感じか。いやー、厳しいね。クロスカッター、なんかいいの来い。もう、アサシンアタックを使ってまでやっつけないといけないって感じだもんね、これ。すげえマドルーパーと相性が悪いんだよな、これ。こいつがね、この武器が、こっち、いちいちのやつしかいねえから、またしんどいっちゃう。もう一体マドルーパー出してきたりするんだよね、これ。そりゃねえだろうって感じ。こっちのくだらまだいいか。殴られるのはでもつらいな。
レシアもきつい。すっげえ回りすぎでしょこれ。どう攻めるか。スノーベビー嬉しいねこれ。ギリギリだけど。ソラヤ。2体目のマドルーパーは来ないでください。お願いします。テンションもあるな。やれることはやったな。次のやつが倒せなそうだな。こうレシア撃ってくるでしょ。ちょうど2打目っていうのはまた腹立たしいな、これ。もしでっかいの来たらアサシン使うしかないけど。アサシン使う。もうマドルーパーが倒せなくなる。どうするかな。まだこれを。2個持ってるっていうのはきついな。こっちの HP1 しかねえのに。とりあえずこれ使ってくれる。あと4コスで何をしてくるか。ステルス。ゴミ。ケダモン。2点ダメージ。これ殴るのあるな。どっちでくるか。掘り出し物だよ。いやち、とりあえず、いやー、アサシンあるかなこれ。よし行くぜ。アサシンあるか、盗んでから考えるか。いやー、どれも厳しいな。こんなところでもアサシン使ってたらもっと強いやつに対抗できない。シェンドフォーン耐えられる。ちょっとレジェンドフォーンにしてみるか。サマルじゃねえんだよね。サマルもありか。殴りに行くっていう意味では。もう時間がね。全体1点とどっちがいいかな。サマルでいくか。仕方ね。これからよろしく。はあ。はあ。ちょっと1点当てておく。あんまり俺を怒らせるなよ。いやー、わかんねえ。せや。よく考えると、これ、レベル、仁王立ちがついてないな。厳しい。厳しい。厳しい。それ。もう死んでる。死んでる。だとも言える。出たなんじゃそりゃ。終わってんじゃねえかよ。ちょっとカノサントで死なねえ。なんか引いて考えるか。いやーでも回復しないと無理だ。そこだ。カイロスハント。1,2,3,4,5,6,7,8点。ギリギリ持つかどうかだな。もう一個いってレベル3になればこれが仁王立ちになる。しかし4ダメ、きつい。仁王立ちなんかないっすか。いやー、きつい。
とりあえず盗むで、盗むでプスのゴミカードばっかり来やがって。盗むをやってる暇がない。どう攻めるか。から3枚出して1000く。いやーどうにもなんねえな。これでレベル3になれば、あれ1枚引いて、いざロンダルキアへ。 MP が回復する。とりあえず MP 回復するか。しかしアサシンタントもいいな。アサシンアタック。隙だらけだぜ。いらねえ。くそ、もう時間がねえ。4になった。心眼一閃。あ、両方死んでる。バカだ。両方死んでる。出すだけ無駄じゃねえかよ。楽しくなってきたよ。くそー、勝てねえ。マドルーパー、ほんとなんとかしてほしいんだけど。今流行ってんのこいつ。俺もまだ爪が甘いな。相手がローレシアだった時にやっぱり効くない。速攻と、いやー強すぎるわ。ちょっと絶対勝てないんだよなこれ。今めっちゃ商人流行ってるけど、なんでこんなに流行ってるんだろう。枯れ草のおかげかな。よしリプレミオ、悔しいから勝ったリプレミオ。これだ、戦士に勝ったやつ見れるかな。あ、見れるね。よし、相手が誰だろうと手は抜かねえぜ。盗みまくって戦士に勝ったって感じだね。俺のターンだな。はあ、行くぜ。最初ムーンブルクでも良さそうだけど、この場合はね、闇の盗賊をまず置くっていうのがいいんじゃないかなってちょっと思うんでね。そうすると相手が、転生スキル使ってくれる可能性がある。稲妻の顔。攻めるか。そう。さあこれでテンションスキル使わざるを得ないんじゃないですかというプレッシャーをかける。どうすっかな。使わない。よいしょ。32が出た。俺のターンだな。で盗む。これはハーゴンの呪い。隙だらけだぜ。で地獄いいんじゃないかなと思って、これとこの鬼ムカデその組み合わせでテンション上げるか鬼ムカデにするか。ムカデこの前っていうのもよかった。そしたら確実に相手俺のターンだな。テンションスキル使ってくるよね。それもわあ地獄。
地獄やってそこで死んで次も出す。美味しい地獄だな。よし行くぜ。しかしこっちはぬすっと切りで一ダメ与えて、いやーいいね追い払い後さらに一ダメ与えて、でこの巻き場が次に活躍しないという微妙な感じで、いいね巻き場、3回目の巻き場はやらせなかった。もう一回地獄で巻き場にするかなと思ったけど、こっちを上げたんだよ。ちょっと意外だ。巻き場にされた方が嫌だった。どう攻めるか、また前日処理できる。ちょうどいいクロスカッターとかないか。で自分で殴り、こういう時はいい感じで全勝できて、しかもレベル3と。で盗むで何を盗むかっていうのが面白いところ。好きだらけだぜ。奇跡もらいました。はい、回復させてもらいます。僕は戦士です。戦士カードばっかり。シンクロ2点、大して怖くはない。殴ってしまう。力がみなぎってきたぜ。これが使えるからか、スーパーカーが使えるから殴ってもいいだろうと。さらに3ある。これからよろしく。めっちゃテンション回してなんかいいことあるっけ。ああテンション上げた分コスト下がるとかあったかな。俺のターンだな。地獄いいね。地獄のところにでもスーパーカー、あスーパーカーも使えないんだ。これは嬉しい。スーパーカー使えないからこれは殺せないという点がなかなか良い、ね、俺のターンだな。しかも地獄でこの、アジト、アジトの耐久値が1上がったっていうのは結構嬉しい。さあ倒せるんか。自分で殴ってようやく倒せる感じ。力がみなぎってきたぜ。すっ、向こうの HP も苦しい感じ。こっちは奇跡があるからね。さあどうしようかちょっと悩んだ。オリハルゴン出してここを殴るか、奇跡を使うかどうか悩んだ。奇跡これ奇跡の、はい、飛び地の武器は1、2は増えなかったけど、奇跡の耐久値が1増えた。ちょっと嬉しい。次オリハルゴン出せばでかいやつ出てきても大丈夫だろうと。俺のターン。4コスタってやることなし。だったら僕はオリハルゴンで殴らせてもらいます。パフィルス、パフィルス、パフィルスっていうのがすごくいいね。パフィルス、めっちゃハル。さらに、オリハルゴン。これテンション回しちゃダメね。間違って。テンション回してしまうと、奇跡がなくなる。さらにゼロコスで盗む。で、もう一回オリハルゴンという手もあったんだけど、ウルノーガにした。それなぜかっていうと、敵がおそらく、オリハルゴンを出してくるから。さてどうすっかな。もう大正解。一番弱っちいやつを置いたのも正解。自分でどこ殴るんだこれ。なり焼きにしてやるぞ。でもこれは倒せない。仕方なくここを倒すがちょうどいいポジションが空いて、狙い通りの狙い通りのウルノーガはいいんだけど、こいつがちょっとややこしいやつに変わりやがった。死亡時正面にいるランダムなユニットを死亡させる。ひどいな。勇者の仲間よ。こいつじゃないやつだったらもう侵害一戦プラスこれで終わってたのに、殺せたのは嬉しいと。仕方なくどうせ死ぬからこいつで殴らないといけない。正面を殺すだって。
で、この攻撃力は3に下がって4、5、6、7。2点足りないが、ちょうどいいところになぜか、ヌスト斬りがあったと。ヌスト斬り完全に戦士に変身してしまった。という、なんで勝てねえんだよ。神でした。盗賊の方が本当に、武器使いこなしてるじゃん、みたいな感じでした。相手4コス余らして何もできないって時があったから、ね、それがちょっと良くなかった。こっちは奇跡の剣2本引いてるのに、向こうは1本も引けなかったみたいな感じでしたね。ありがとうございます。